パーティクルガンシステムパーティクルガン法は遺伝子組み換え技術の一つ。金やタングステンなどの金属の微粒子に DNA をコーティングしたものを弾丸として高速で射出して細胞内に DNA を導入する方法である。パーティクルガンバイオリスティックトランスフォーメーションマイクロプロジェクトルメソッドとも言われる。細胞内への貫通力を高めるため弾丸には高比重で かつ、科学的に不活性であり、生体に害を及ぼしにくいという理由から、金微粒子が好まれる。金属微粒子の射出には、ヘリウムなどの高圧ガスを主に用いる。ガスの圧力や金属粒子と飼料間の距離などにより、金属微粒子の射出強度を調節することができ、様々な細胞への導入が可能である。資料を選ばず、様々な生物種や組織に用いることができ、簡便な。 方法であるが、機材が高価でランニングコストもかかるという問題がある。また、遺伝子が分断されて導入されやすく、さらに、マルチコピーで導入されやすいため、遺伝子量効果が現れることや、ルナイなどによって遺伝子発現が抑制されることがある。そのため、得られた、形質転換植物への導入遺伝子の解析や、その発現量の解析を十分に行う必要がある。 核ゲノム以外にも、クロロプラストや、ミトコンドリアなどへの遺伝子導入にも用いられている。ありがとうございます。